バケモノバケツ委員会のカメラニーナとバケモノバケツ委員会のイリポンです。気をつけレイ、よろしくどうぞ。というわけで今皆さん気づいてると思いますが、私たちの声が可愛くなってる。嬉しい嬉しい、これマジで夢だったからね。嬉しいよね、うん、今すっごく可愛い声になってます、うん、でも今日は何をやるかというと、うん、はい、今何食べたいゲーム、イエーイ。今日はそれを萌え声でやっていきたいと思います。で、負けた方は可愛いセリフ言おう。あー、そうだね、うん、1回戦ごとに1回戦ごとに、うんうん、オッケーオッケーオッケー。これもうだって聞きたいまであるもん。そうだよね、あの今の自分は言いたくないけど、だから負けても嬉しい、うん、勝っても嬉しいかも、うん、そうかも。自分が言ってる音声はもう消したいかも。うん、なのでやっていきたいと思います。今何食べたいのゲームとは、片方が何食べたいのって聞いたら、それを食べ物言って、言われた側がそれを咀嚼する音、うん、を言ったら OK。 みんなわかるよ多分。わかるかな。あのこのゲームのルールはちょっとマジ意味わかんないけど、スカイピースが考えたゲームでしょ。そう、スカイピースさんが考えたゲーム。早速やりたいと思います。じゃあ自分が聞く方からいくね。せーの、今何食べたい？お茶。ごくごくおいしい。今何食べたい？お茶。ごくごくおいしい。今何食べたい？みりん。ごくごくおいしい。今何食べたい？みかん。むきむくおいしい。今何食べたい？いちご。むしゃむしゃおいしい。今何食べたい？べこあめ。ペロペロおいしい。今何食べたい？むかで。かちゃかちゃおいしい。今何食べたい？のかな、スイカ。割らない。なっちゃう。自分今ニーナだったわ。でもリズムには乗ってたから勝ち。ニーナ負け。今のはそうだよ、自分の名前とかいっぱい言っといた方がいいよ。イリポンの負けとか言っといた方がいいよ。で、後で切り取って使う。使うって何？後で切り取って使うって何？ちょっと今の取ろうね。今の取ろうね。じゃあもう一回いくよ。じゃあ入り江から聞いて。今何食べたい？綿菓子。甘い甘い、おいしい。え、でも、うん、じゃあ、うん、イチゴのつぶつぶも違うじゃん。こっち話になってくるじゃん。でも甘いだけは絶対違くない？お、綿飴何？ふわふわじゃない？でも乾燥でしょそれって。とか、え、乾燥じゃないよ。ふわふわなのは感触の話じゃん。そうだから咀嚼音の話だから。そっか、感触の話ね。オッケーオッケーオッケー。甘いも味でしょ。確かにそれだったら甘いも間違いです。そう、それで言ったら咀嚼音のゲームって説明してよかったって最初。うん、今何食べたいゲームって言われてるからよく分かんなかった。咀嚼音。しかもだって今何食べたいって聞いて。綿あめってニーナが綿あめ食べたいって言ってんのに、イレイが綿あめ食べてるのも本当に意味が分かんないの。それは前の動画でも怒ってた。そう、食べたいのニーナじゃん。そうだから綿菓子って言ってんのに目の前で、あー美味しい。でそれやり返し合ってて、結構性格が悪いじゃんお互いに。でもそれ気づいたってことは優しいってことだよね。うん、食べたいって言ってるのニーナなのに、なんでイレイが食べなきゃいけないの、食べたくもないのにって。そう、前に制されて俺ムカで食ってる。コリコリ美味しい。じゃあもう一回聞くところから始めて、イレイが。じゃあ今何食べたそうはどう？今何食べたいでしょうかっていう。イリエが。そう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 。うん。いいよ。はい。今何食べたそう？リズム感死んじゃってるかも。今何食べたそう？新しい。ふわふわ美味しい。今何食べたそう？うなぎ？つるんつるん美味しい。あ、生で？生で。今何食べたそう？そっちが？焼きそばとか。ずるずる美味しい。今何食べたぞ？うどん。ずるずる美味しい。今何食べたぞ？リズムゲームが果たしてる。じゃあやっぱバケ会は向いてないということで、うんうん、2人とも罰ゲーム。はい、じゃあ可愛らしいセリフを言ってもらいます、カメラに向かって、はい、じゃあ入江から。はい、お願いします。イリポンくん、いつもお仕事お疲れ様。ちょ待って、ずるいよ。心理しよくすぎる。待って、何言ってんの。だって自分をねぎらうなんて言いたくもないけど、うん、罰ゲームだから言った。大嘘じゃん。じゃあいいよ。ニーナちゃんとっても可愛いね。
同じだよね。あの、バケカイの声が可愛いなと思った方は、はい、チャンネル登録と高評価を押してください。はい、よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。